ここ最近ですね、今まで使ったことがないピックっていうのを改めていろいろ試しているんですけれども、先日早引きに向いたピックということでアイバニーズのカレードシリーズのピックっていうのを紹介してみましたが、今回ですねまた全く別のブランドのピックでかなり気に入ったものを見つけましたので紹介してみたいと思います。でそのピックなんですが、今画像出ておりますがマスター8ジャパンという、ブランドのですね、ピックになります。でこのブランドのピックはですね、結構今までも何枚か、3枚ぐらいですね探してみたら家にあったんですけれども、でいずれもですね、材質がジュラコンという、材質が使われたものでして、割とジュラコンっていうのは他の、メーカーもですね、使用している材質になるんですが、今回ですね、試して気に入ったのが、それではなくてインフィニックスという、新素材、これが使われた、ピックが非常に気に入ったんです。で、このインフィニックスの、今回試したピックなんですが、ジャズタイプの 0.88 ミリという厚さのものになります。でこの、ジャズタイプですね 0.88 ミリが一番薄いモデルなんですが、その上にですね1ミリと 1.2 ミリがありますが、今回は 0.88 ミリを試してみました。で最近はですね私も、早くこう引くのに使うピックもですね割とこう薄めのものが多くて、で最近は割と早い、パッセージのフレーズを引く時なんかよく使っているのが、ジム・ダンロップのフローの 0.73 ミリという比較的薄いものです。それとあと先日紹介した、アイバニーズのトライタンという素材を使ったピックなんですが、これは、今現在ですね 0.88 ミリのティアドロップのものを、自分でカットしましてショートティアドロップと同じ形状にして、使っています。ですから、どちらもですね1ミリ以下の、ピックになります。で最近は私の場合はですね、1ミリ以上のピックで気に入ったものを探すということはやってなくてですね、1ミリ以下の、薄さのものの中で、自分の気に入ったものを探す傾向にあります。で今回もですねもう迷わず 0.88 ミリの一番薄いものを、試してみたんですが、これが本当に良くてですね、まずこのインフィニックスという素材なんですけれども、持った瞬間にですねもう持った瞬間にこう弾力とか、あとはこう粘りっていうものを感じるんですね。で実際にギターでこう音を出してみてもそういった粘りとか、その弾力みたいなものをしっかり感じることができます。でこのインフィニックスの素材を使ったピックなんですが、特徴的なのが通常の材質のピックですとこう大きな板がありまして、それを型抜きしてですね作るモデルというのが多いと思うんですが、このインフィニックスを使ったピックですが、これはですね一個一個成形して作っているそうです。ですから手間もですね非常に通常の型抜きの分に比べるとかかっていると思うんですが、であと特徴的なのがこれ成形した後にですね表面を研磨していないんですね。でこれ研磨してしまうと何かこうイメージとは、私の場合はイメージと逆なんですけれども、研磨してしまうとですね余計にこうピックが持った時に滑りやすくなるそうです。ですから表面がサラサラになるので余計にこう滑りやすくなるそうなんですが、この今回のこのモデルはですね、成形した後に研磨していないということで、それが理由でこう持った時に指に吸い付くような、感触が得られるということらしいです。ですからピックが滑るのは嫌だけど、こう滑り止めラバーグリップとかですねこうハードグリップみたいなのが最近ありますけど、こう滑り止め加工をされたピック、そこまでは必要ないかなっていう方にとったらもしかしたら一番ですね、しっくりくる、感じかもしれませんね。ですからそういった悩みをお持ちの方も一度試されるといいと思います。で今回はこのインフィニックスのですねジャズタイプのものと、もう一つですねティアドロップの少し大きめなんですけども、先がよりですね尖った形状のもので 0.8 ミリというものがありまして、それも揃えてみたんですけど、そちらの方はちょっとですね先端がこう尖りすぎていたので、私の場合は少しこうピッキング弦を吊る時にこう引っかかりを多く感じてしまって、ちょっとこちらの方はですねあまり、自分的にはしっくりきませんでした。ですから今回はインフィニックスのジャズタイプの方ですね、こちらの方を私としてはおすすめしてみたいと思います。で実際にですね音を出してみると、特徴的なのはまずですね 0.88 ミリなんですけれども、非常に太いサウンドを出すことができます。では一度クリーントーンで音を出してみます。今結構ですね、ピッキングを弱くしたり強くしたり、変化させながら弾いてみたんですけれども、弱く弾いた時もですね、すごくこう弦に対してしっかりピックが食いついてくれるので、本当に弦を撫でるようなですね、優しいピッキングをしてもしっかり、音程感みたいなもの、分かりますね。だからこの辺りのコントロール性も非常に優れているんじゃないかなと、思います。で、この 0.88 ミリですと、割とこう指で押すと、簡単にしなるぐらいのこう硬さですね。割とこう柔軟性も、ありますので、結構こう歯切れのいい、プレイなんかもやりやすいです。パワフルな音は出せるんですけれども、非常にこう弱いタッチでも弾きたくなるような、ピックですね。非常にこうタッチが、心地いいです。で、あとはピックの表面っていうのが非常にですね、滑らかに作られていますので、軽いタッチでですね、弦をどんどん移っていくようなピッキングをした時も非常に滑らかにピックの移動をさせることができます。という感じで非常に総合得点が高いピックなんですけれども、あえてですね、ここがもう少しこうなったら、もっと自分の好みになるかなっていうところ、無理やりですね、そういった問題点挙げてみますと、例えばですね、ちょっとこうブルースっぽいようなプレイの時に、こういう感じでですね、弦をこう縦に振動させて、例えば上からですね、自分のお腹の方にこう弦を押し込むような、ピッキングをして、わざとこう、音を潰したいときですね、潰れたような音を出したいときなんですが、先ほど言ったように、これ非常に表面が滑らかですので、滑らかすぎてですね、ちょっとこうピックのざらつきを利用した、今みたいなこう、押し込む音を潰したいような時にですね、心地よいその潰れ方をしてくれないんですね。だからそれはもう滑らかすぎるっていうのが、逆に欠点。そういうピッキングしたい時にはちょっとその、滑らかさが逆にですね、いい方には作用しないというふうに言えます。でもおそらくこの素材のピックにそれをピッキングを求める方はあまりいらっしゃらないかなと思いますので、それは大きな問題ではないとは思うんですけれども、少しそういったアグレッシブなですね、音を潰すような弾き方をしたい場合はちょっと物足りないかなっていうのが少しありましたね。でもこれからはそうですね、もう本当に気に入ったピックが結構増えすぎてですね、先ほど言ったみたいに、ジム・ダンロップのフローとかですね、あとアイバニーズの、カレードシリーズとか、それ以外に でもですね、実はウルテムの、ピック、自分で形を加工したものも、2種類ぐらいすごく気に入ったものが、完成しまして、それもまたですね、近いうちに紹介したいと思うんですが、結構4種類、5種類ですね、今、気に入った、ピックが、現れてしまいましたので、ちょっと困っているんですが、この、マスター8ジャパンさんのですね、インフィニックスのジャズタイプの 0.88 ミリも、これもちょっと、気に入った、ピックの中にですね、入れて、少しの間いろいろ取り替えながらですね、試して使っていってみたいと思います。ですから今までですね、割とこうウルテモ素材の、ピックなんかを気に入って使ってらっしゃる方とかですね、あとは、割とこう速いパッセージをスムーズに軽やかに弾きたい方とか、それとあとは先ほども言いましたけれども、サウンド的にですね、薄めのピックでも比較的太い音が出る、ピックの方がいいなと思われている方は、一度試してみる価値はあるんじゃないかなと思います。なかなかですね、私もこの1ミリ以下の、厚さのピックで、ここまで太い音が出るピックっていうのがなかなかですね、今まで、体験したことがなかったので、非常にですね、今回、その点、音の太さという点でも非常に驚いています。ぜひ一度お試しください。ということで、今回はマスター8ジャパンさんの、ピックを紹介してみました。以上で今回の動画を終了いたします。この度はご視聴いただきまして誠にありがとうございました。